フィアットの高性能車部門のアバルトは、スイスで3月6日に開幕する、ジュネーブモーターショー2018において、アバルト695リバーレを初公開すると発表した。695リバーレは、イタリアの高級ヨットブランド、リーバとコラボレーションして開発。世界一美しいパワーボートと称されるリーバの世界観をアバルト695に表現する。695リバーレには専用ボディカラーとしてリーバセラブルーとシャークグレーのツートンを採用。ダッシュボードにはメープルのアクセント入りの高級マホガニー素材が用いられた。レザーステアリングホイールはブルーブラック仕上げとなる。1.4 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンは最大出力 180HP、最大トルク 25.5kgm を発生。車両重量は 1045kg、0から 100kmh 加速 6.7 秒、最高速 225kmh のパフォーマンスを備えている。